はい、皆さんどうもこんにちは。リムと申します。本日もよろしくお願いします。今日はボスに参加していただいて撮影しております。はい、よろしく。お願いします。いや、ついに1000人。よっ！おめでとうございます。ありがとうございます。そして俺よく頑張った。すごいね。裏方行きのチャンネル。素晴らしい。皆さんありがとうございました。裏だか表だかわかんねえけど、いや、ほんと、長かった。やってるこっちからすると。まあ前半僕が入るまでがね、いや一人で頑張ってやってたんで。いや、そもそもさ、いや別にその、登録者うんぬんとかって考えてなかったし、ただほら数字が見えてきちゃうからさ、まあね。そうそう、まあ増えればいいなとはもちろん途中からは思ってたけど、うん、なんかほら好き勝手自分のね、買ったもんだとか、思ってることをやれればいいかなって始めたチャンネルだったのと、まあまあ、YouTube とかインスタもそうだけど、キラキラしたチャンネルとか、のが多いじゃん。まあまあ、ね。いや、もっと別にそのキラキラ感が出ないの分かってるから、いや、なんかそういうんじゃなくって、今要は YouTube 見てなかったり、ファッション関係のね、はい、そういうの見てない人にもなんかちょっと刺さるようなことがお伝えできればいいかなって思いながらやらせてはいただいてたんだけど、うん、いや、だってもうボスが手伝ってくれて1年ぐらいでしょ？1年超いいですね。ねえ、だから編集もだし、その購入品含め、ネタ振りも含めて、手伝ってもらって、やっぱ急激にこう、登録者も増えてきて、まあチャンネルらしくね、うん、なってきたんで、じゃあ1000人目指してとりあえずやりましょうかって話で、まあ2人でいろいろ考えながらやってきたんで、まあ本当にありがたいなと。でも、ボスより最初頑張って。最大の功労者、俺より大先輩、俺はベッドの上で見てたぞ。多分、2年ぶりぐらいの登場だと思うけど。すっげえ久しぶりに。先輩ご無沙汰してます。いえいえ、ほんとだよ。すっぴん NG なんでちょっとここモザイクかけとくけど、なかったんよ、マスクが。久しぶりすぎてどっか行っちゃって。ちょっと、だからすっぴんで。かわいそうに。いえいえ、ほんと2人で、最初から2人で頑張ってたんだよ、俺は。そうだね。そもそも。喋らないから。そう、だからまあそんなんで本当にいろいろやらせてきていただいて、そう、先日ね、そのついに1000人を達成したということで、もちろん達成した以上はまたここからね、2000人、3000人ともちろん、やらさせていただけたら、まあ、そうですね。多くの方に見ていただけるように。そうそう、それで、せっかくの機会なんで、まあボスがね、ちょっとじゃあプレゼント企画でもどうっていう話で、そうそうそう、いや、もちろんこの、言ってもね、1000人でまだまだ弱小チャンネルだし、なかなか大したことはできないんですけど、今日最後にちょっとプレゼントの企画もあるんで、はい、ぜひそれはそれでちょっとご覧いただいて応募いただければ、厳正な抽選をさせていただいて。身内の方 NG です。いやいや、まあ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 、それも含めて、まあまあね。応募はしてもいいですけど、そうそう、抽選から漏れます。ちょうど動画100本目の時にね、レッドフの動画はね、だって。問題作。そうそう、問題作。まさかあんなに問題作になると思わなくって、グッドバットめちゃめちゃいただいて、再生数も多分、ダントツかな多分今。そうだ。もうすぐ、27000とか。まあ、3万いきそうだ、いきそう。そう、ずっと再生、今もね、全然見ていただいてるんですけど、ちょっと本音をお話ししたら、まあ、非常にこう、バットグッドいただく。まあ思い通りというか、まああんなに再生されると思わなかったけど、動画になりまして。で、まあ今回ね、1000人達成したということで、まあ別にこれは、バッドグッドかどうこうっていう動画じゃないと思うんですけど、一応このチャンネルってまあ好き勝手その購入しているものを紹介させていただいて、まあそれ他に情報もお届けはしてるんですけど、いや、その中でほらハイブランドをね、まあボスも含めて、グッチー、を中心に紹介させていただくじゃない。まあ、そもそもグッチってさ、うん、ダサいって叩かれがちなハイブランドだと思うわけ。まあ、そうね。ロゴも多いし。そうそうそう。そうそう。だから、上下セットアップのからね。そうそうそう。始まってっていう。でも、俺的には、その上下セットアップも含め、ロゴものも含めて、グッチだと思ってるから、それでそれで全然いいって思ってるの。でも、まあまあ値段高いじゃん。まあ、セットアップが一番するよね。そうそう。だから、ちょっとそのハイブランドについての考え方みたいなのをお話しようかなと。チャンネル的なね。なんかほら、最初の頃にそういう動画も作ったんだけど、なかなか言葉で伝えるの難しくてさ。まあね、捉えられ方でね、そうそう。どうでもなってしまうのでなかなか難しいんですけど。そう。一応これ自身の考えというか、こんな風に分けてますって話なんだけど、その同じハイブランドでも、
ヴィトンとシャネルとエルメス、うん、もうその3ブランドは別格だと思ってます。アウトレットもないし、そのブランディングも含めてもう特別枠、うん、なので、さっきのほらグッチをひけらかし系のファッションとしてするんじゃ弱いって思ってるわけ自身はね、はいはい、だからだったら全身ヴィトンとかの方がやっぱりかっこいいし、お金持ち感が出るなと。そうだから自身もお金があって全身揃えるんだったら全身ヴィトンも着たいし、全身シャネルも着てみたいって思うし、揃えるんだったらそうして、むしろね、いらない洋服なんかないのよ自身にとって。世の中で毎日違う洋服着たいし、そうそう、だからそういう発想の人間なんで、だからどれがダメっていうのは基本的にないって思ってるんですけど、ただその予算は決まってる中でどんなスタイルでどんなライフスタイルに落とすかっていうのが結構難しいところだと思うんですけど、でこちらは割とそのカジュアルなね、そのアメカジだったりとか、その日常着に落とし込めるようなハイブランドっていう捉え方で、なんか最近はそのグッチにずっと数年ハマってて、でまあバオスと一緒にねアウトレットも行くようになって、その価格的にも魅力的なものが多いし、ちょっとヘンテコなものもね、そうそう結構あるから、まあそういう意味でそのグッチっていうセレクトになってるんですけど、例えばその価格がもうちょっとしなくてっていうと、まあ同じような価格帯って言ったらいいの、あのマルジラとかもさ、マルニとかもそうだけど、そうそう、だけどそのどちらかというとハイブランドっていうよりはデザイナーズブランドって意識が強くて、うん、あれこそ本当に格好つけて着る洋服っていうか、おしゃれにね。そうね。だからそれだとまたちょっと思考が違うというか。まあ、ちょっと堅苦しいっていうイメージなんですよね、僕の中で。ああいうモード系と呼ばれるもの。そうそう、だから、モード好きな人たちにとってみれば、あの辺なんかも、うん、もちろんね、その、いいブランドだ。そうそうそう。だから、自身がエルメスハマってる時に、ちょうどマルジャーがデザイン、して、レディースをね。ね、そんなこともあったけど、まあ、お金もなかったけど、そっちには目もくれず、ベタベタなエルメス買ってたんだけど、その、だからそういうんじゃなくって、今はなんかこう、古着とか、本当に普段自身が着てるものとミックスできて、要はいわゆる若者とちょっと差別化もできるセレクトっていうところで、かつまあ個性も出せるような。だから別に周りから見ておしゃれなとか、これを着ればおしゃれですみたいなものを紹介してないんで、このチャンネルって割と。紹介させていただいてる中にね、何かこう刺さることがあればいいかなと。で、あともう一つグッチに関しては、その10万以下で買えるものが結構たくさんあれば、一般の人も全然買えると思うんですよ。皆さんあの、10万だったら、学生さんでもバイトすればね。まあね。そうそう。別にその月じゃなくても、まあ、そうそう。何ヶ月か頑張れば。だからそれは買わないっていう表現になると思うんで、そうそう。だからちょっと無理してもらえば買える、楽しめるものがグッチって結構あるって思ってるんで、結構アウトレットとかの商品を紹介させていただいたりっていうのも、あとあの情報動画ね、うん、をお届けをさせていただいてるんで、まあそんな感じで、ちょっとグッチも、興味のなかった方もちょっと見ていただいたり、まああとプラダフェンディなんかもそうなんですけど、だから、今はたまたまグッチなだけで、ガラッとね、もう一切紹介しなくなってっていうのも考えられるし、いろんなものをその都度やってきますので、まあ古着も、最近は古着の説明の動画とかも結構見ていただいてるし、そうですね。そうそう。で、ボスの購入品のそのスニーカー関係も見ていただいてるんで、なんかこう、このチャンネルあんまりこう一つにするつもりないから、うん、まあいろんなものをその全体をね、なんか、まあおしゃれにというかファッションに関わることで、ね、そうそう、まあ、何でもね、まあ、それこそ小物も含めて、だから色々やっていきたいなって思ってるんで、ぜひまだチャンネル登録していただいてない方はね、またチャンネル登録もいただいて、今後もちょっとご覧いただけたらなと思います。はい。そう、それともう一個。お、実はインスタ始めたさ。出たよ、また知らねえところで。散々やらねえって言ってたくせに。そうそう、言って、しかも、誰にも言ってないからね。うん、知らん。そうそう。このインスタ始めたのも、いや、もともとやんなかった理由があって、インスタ先行すると、うん、例えばグッチだけ載せるじゃん。なんかこう、ブランド自慢みたいになったりとか、言葉もないから、で、俺うまく文章で伝えらんないなって思ったから、インスタとかやんなかったの。だから動画内だと、まあ喋れる、ね。そうそう。選ぶ理由も選ばない理由もお話できるなって思ったからやってたんですけど、いや、この喋りがうぜよっていう人もいるかなと思って、そっちは、
ものだけ載せてます。で、しかもチャンネルと一切、紐付けしてないんで、紐付けしてないって言っても動画内でお見せしたものとか、見せたけどコーディネートしてないかったりとか、あるんで、まあ、そんなものをちょっとコーディネートしてみたり、古着のコレクションだったりとかっていうのをずらずらっと並べてるやつなんで、多分見てもらってる人が見れば、こう、絵面を見ればね、気づいてもらえる方もいると思うんで、まあ、気づいた方は、ぜひフォローしていただけたらなと。まだ1ヶ月ぐらいなんでね、全然登録していただいてる方も100人ちょっとぐらいしかいないんで、もう知り合いにも一切伝えてないから。そうね。そうそうそう。だから、本当に、純粋にそれやってみてどうかなってやってる段階なんで、まあ、いずれ、チャンネルの中で紹介させていただくかもしれないですけど、先に見つけた方はぜひフォローしていただけたらなと思います。はい。それではプレゼントいきますか。はい。はい。まずボスからは最近人気のスニーカーをね、見ていただいてるんで、スニーカー3足提供していただきました。決してプレデがついてるとか、そういうことではないんですけど、気持ちね。あくまでも気持ちということで。はい。詳細はツイッターでいいよね。はい。応募の方法は、そうだね。ツイッターの方で載せます。商品詳細は動画の中でちょっと話をさせていただいて、ツイッターの方で、はい、今から番号を振っておくんで、その番号で応募いただくような形にさせていただこうかなと思います。はい。はい、まずじゃあ、1番。はい。これね、ナイキのテクチャレンジハイブリッド。はい。動画で紹介してるやつです。そうです。これでいいか。中古で購入してるやつね、これはね。そうです。レプリカのやつね。そうです。のサイズが10、28センチ。はいをまず一足一番ですね。まあ、あくまでも中古なので、うん、確かに。加水分解してるよとか文句言わないでください。まあまあ、あり得るからね。そうそうそう。そうそうそう。これは僕らも承知して買ってるんで。で、次がリーボック。フォートビクトリーポンプね。はい、これ11、11ね。はい、29か9ですね。これ。これも動画で紹介させてもらってますけど、一応新品には新品なのかな。はい。もうこれはデッドストックですね。はい。これを2番。で、3番のこのナイキ。これダンク。はい。スクラップですね。ああ、これはサイズが9ハーフですね。そうなんですよ。ちょっと僕のジャストサイズなので、今だとちょっとちっちゃいかなっていうことこれ新品ね。これは新品見せる。これも動画で紹介をさせていただいてるやつです。これ9ハーフ。まあ、それぞれサイズがあるんで、それ注意してくださいね。はい。はい。ということで、スニーカー3足。1番から3番まで。で、ボスがあげんのに、俺も何もあげないわけにいかないよ。当然ですよ。ダンちゃんなんなら、ルッチ出せよって言いたいぐらいです。いやいやいや、それは、じゃあ1万人に行ったら考えますよ。そうだね。うん。でも真面目な話は、これから増えていけばね。まあね。そうそう、いろいろ皆様にちょっと還元できるものは還元したいっていう気持ちは正直あって、うん、そうやってる内容もいろいろあるんで、まあアンケートとか途中で取りながら、いろいろやっていきたいんで、それは本当に考えます。今回はすいません、本当、勝負で。急な企画だったんで、あれなんですけど、ユニクロのね、はい、カウズの T シャツ。まあ、スニーカー見ていただいてる方も多いんで、で、これがね、たまたま撮影とかで着てるんですけど、タグ付きのままなんで、ほぼ試着程度って思っていただいていいと思います。はい、もちろん、着ていただくときは一回、あれしてるんで、洗っていただきたいんですけど、これがね、サイズが全部バラバラなので、それだけ気をつけてください。まずこれ白ね。はい。これ、4XL。が4番ですね。4番。これユニコンの中で一番大きいサイズなんで、はい、これ気をつけてください。4XL。です。5番がこの黒。はい。これが 2XL。はい。です。これをどうしようかな。ダメだ。持ってかないでよ。で、5番。で、6番ね。が、この赤です。ロゴのやつね。うん、これが、3XL。全部サイズばらしてあるんで、合いそうなやつを。このサイズに関しては、このカウズの動画もあるんで。そうだね。そうそうそう。ユニクロカウズの会員のところで着用感なんか見てもらって。そうそうそう。そう合いそうなやつ。だいたいだから今広げて見せてないけど、気になる方はカウズの動画ちょっと見ていただいて、ちょっと、ひっくり返していただいて見ていただけたらなと思います。はい。ということで今回6点、6名様にプレゼントをさせていただきたいなと。もう本当心を
からの感謝の気持ちと、はい、まあわずかではあるんですけど、はい、ぜひ応募いただけたらと思います。締めちゃんと締めて。締めの言葉考えてました。締めて。はい、ということで、本当にね、1000人ありがとうございます。まあ今後もね、ちょっと応援していただいて、あー、どうかな、この動画の方が先だと思うけど、ちょうど情報の動画はこの後に、きっと来るよね。ものすごい量なので、今、ちょっと考えて、編集憂鬱なんで、また考えないようにしてたんですけど。そうそう。ゴールデンウィーク明けた頃ですかね。そうですね。次回入荷が、まあ、多分これが見てる方がどのタイミングかわかんないですけど、ね、一応入荷が一応5月の終わり、下旬には、あるという。そうそう。もう一応僕らにかなり細かい情報来てるんで、まあその辺をちょっとボツの方にまたまとめていただいて、商品情報にさせていただくのと、またそれ以降に購入品の動画があれば購入品とさせていただこうかなと思ってます。頑張りまーす。よろしく。頑張ります。お願いします。はい。もう買えません。編集頑張ります。ということで、今回はそういうお礼の動画でございました。はい、はい、また次回以降も。楽しくお届けできたらなと思っております、はい、最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう、はい。